守護士不入を示す、石中守護士不入とは、鎌倉時代、室町時代において幕府が守護やその役人に対して犯罪者追跡や徴税のために幕府によって設定された特定の公領や荘園などに立ち入ることを禁じたこと、守護不入とも、戦国時代には幕府による権限は否定され、代わりに戦国大名が守護、国主の権限の一環として、 これを付与するようになった。本来、守護には大盆参加条の義務遂行のため、本人あるいはその代理である役人、死者の国内の綱領、荘園への立ち入る権利が認められていたが、鎌倉幕府は国士や領家、本所との対立を回避するために、国士や領家、本所が守護による干渉を受けない、特例地域を設けることを承認していた。 これはご成敗式目によって一層明確化され、不入地に犯罪者などが逃げ込んだ場合でも、その追分は国史、領家によって行われ、不入地の境界線で守護側に引き渡すという原則が成立した。室町幕府においては、守護に対して既存の大盆参加条に加えて、勝った老関剣団、施設巡航剣、単線徴収権などの広範な権利が付与されていたが、 幕府ご家人は、足利将軍家の遺構を背景に守護士不入の特権を得て、守護からの単線徴収を拒絶し、幕府からの単線要求に対しても、幕府への直接納付が認められて、守護からの過重徴収の危険を免れることを可能とした。これによって一見すると守護大名の領域に違い方権地域が生まれることになり、室町幕府の支配系統に障害が生じたかのように、 見られるが、実態は、それとは反対で守護両国政の強化によって、守護大名による、両国一円支配を阻止してその勢力拡大を抑制するとともに、特権を受けた、御家人層は、幕府権力への依存を強めてこの権利を維持しようと、はかり、幕府にとっては、守護大名に対抗するための政治的、経済的、軍事的な基盤を支える、支持の形成に効果があった。だが、 戦国時代に入り、幕府の権威は低下して下国城によって、幕府の力に依存せずに、自力で両国を形成した戦国。大名たちはこの特権を否定し始めるとともに、自らの権限として、これを付与あるいは剥奪を行うようになっていった。さらに幕府によって出された守護士不入の規定に従ってきた。 守護大名の中からも、両国の維持を名目に幕府による守護師婦入の権利を公然と否定する措置を取るものが出るようになった。例えば、明王七年、越後守護、上杉ふ吉は、越後国内において守護師婦入の主張を認めないことを宣言し、英少年間には、駿河守護、今川氏一家が、幕府の許可を得ずに、とう海守護芝市を追って、 同国を支配して守護士不入地に対しても検知を行った。その後、その後、吉本は天文22年の文国法、今川が名目録追加において、現在の今川両国の秩序維持を行っているのは、足利将軍家ではなく、今川氏そのものであることを理由に、幕府権力による守護士不入地を全面否定したのである。これは、今川氏はすでに、 室町幕府の権威によって両国を統治する守護大名ではなく、自らの実力によって両国を統治する戦国大名であることを明確に宣言したものでもあった。ありがとうございます。